皆さんこんにちは、スーです。今日は東武東上線の鶴ヶ島駅です。私は20年間ぐらい川越に住んでたんですけれども、川越駅、川越市駅、霞ヶ関駅、鶴ヶ島駅なので4つ目ですね。結構ちょこちょこ遊びに行ってました。今日は東洋大学の川越キャンパス周辺を歩いてみようと思います。実は鶴ヶ島駅にはちょこちょこ来てたんですが、こちら側を歩くのは初めてでした。駅の反対側や、今、こっち向いてる方ですね。こっち方面にはスーパーとかお店とか結構あるので、買い物行ってたりしたんですけれども、こっち側は電車から見えますが、なんだろうな、森の中っていう感じですね。そんな雰囲気のところです。結構建物がカラフルで、あ、可愛いなって思いました。外国では結構カラフルな建物多いですけど、日本じゃあんまり見かけないかな。私個人の感想ですかね。うん。埼玉県は結構駅の周辺は商店街があったり栄えてたりするんですけど、駅を一歩離れちゃうと埼玉っていう感じになります。どんな感じ？畑と田んぼが広がっていて、とってものどかな感じですね。うん。このまままっすぐ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 進んでいくんですけれども、東洋大学を紹介する動画の方では普通に歩いてますけれども、こちらは私のトーク入りなので、20分30分喋るのはきついので、ちょっと4倍速ぐらいにしちゃおうと思います。なんかこの辺りから緑が一気に増えてきて、埼玉っぽくなってるような気がします。かっこあくまでも個人の意見です。ね、なんか森みたいな感じでしょ？そしてここから通常速度に戻したのは訳がありまして、もうちょっと進んでいくと、スーッと通り過ぎたんですが、ん？と立ち止まり、戻ってみたら、ヤギさんがいました。カメラ目線ですね。結構可愛い子たちでした。そしてまたまた進みます。道を突き当たったら左に曲がります。この居酒屋スーちゃんっていうのも、思うまい店とか、あといろんなテレビで取り上げられていました。デカ盛りのお店です。本当は寄ってみたかったんですけれども、方向音痴の私には見つかりませんでした。結構この辺りはアパートが多かったので、学生さんが住んでるのかなぁなんて思いながら歩いていました。そして、東洋大学の看板が見えます。これは川越キャンパスのイメージキャラクター、コモデビーというそうです。さて、やっと門が見えてきました。なんだか森の中のような、公園のような素敵な雰囲気のキャンパスですね。私もこのまま入ってみたくなりました。さっきからカラスの声が響いてるんですよね。私すごくカラスが苦手なんです。というのも以前北海道、函館に旅行した時に6月だったんですけれども、カラスの大群に襲われまして、ちょうど子育ての季節だったのかな。なので巣を守るためにカラスたち攻撃的になってたんですね。私何にもしてなかったんですけど、ただただ歩いてただけなんですけど、カラスたちに目をつけられまして、すごい追いかけ回されました。走って逃げちゃいけなかったみたいなんですけど、その時はただただ恐怖で
走り回って逃げてしまいました。ある程度走ったらばそこで追いかけてこなくなったんですけれども、本当に恐怖の時間でした。もう多分数秒数分だったのかもしれないんですが、もう永遠のような長い時間に感じられました。あれからカラスは大の苦手です。さて、こののどかな道をまっすぐまっすぐまたまたまっすぐ歩いていくんですが、ここでまた4倍速にしようと思います。都心部にある大学は1号館、2号館、3号館、4号館とあちこちにあったりして、ぐるぐる回るのが大変だったりするんですけれども、都下の大学や埼玉の大学はとにかく敷地が広くて広くて、ぐるっと一周するだけでもかなり時間がかかります。この川越のキャンパスなんですけれども、全然校舎が見えないんですよね。どうしよう、全然このまま森の中で一周終わっちゃったらどうしようってちょっと不安になりながら今歩いています。そうするとうっすらと建物が見えてきました。これ今4倍速なので結構早めなんですけれども、これ通常だと延々と歩いております。駅があるのは鶴ヶ島市なんですけれども、この東洋大学川越キャンパスのあたりは川越市になります。こちら駐輪場には自転車がいっぱい止まってました。やっぱり自転車は必需品だと思います。案外キャンパスの中も自転車使うのかな。すごい広いキャンパスですね。まだまだ端っこに到達しておりません。まだ東洋大学続いてます。そしてやっとと思ったらまだまだ東洋大学の敷地内です。どこが端っこなんだろう、ちょっと不安になりながら歩いております。そしてこの左手の方にはファミレスとかあとお店とか結構ありました。私が歩いてるこの道はちょっと周りお店がなさそうに見えるんですけれども、道路一本向こうに行くとお店がありました。そしてこの辺はもう住宅街ですね。こちらの角を曲がってまたまたまっすぐ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 進みます。あの緑のあたりが大学の敷地でしょうか。4倍速でも結構ありますね。5倍速にした方が良かったかな。はい、ありました。こちらの門にも近づいてみましょう。本当にもう広くてちょっと泣きが入りましたね。足が疲れちゃいました。自転車に乗りたい気分でした。はい、また元の道に戻りまして、まっすぐ進みます。あ、こちらにも門がありましたね。本当に緑が深くていい環境だと思います。ちょっとカットしました。本当にもう似たような景色が続いておりますので、このあたりちょっとだけカットしました。大学の敷地内の池では鳥が優雅に水浴びをしていました。4倍速の上にちょこちょこカットしながら進んでおります。こちら東洋大学の看板ですね。こちらのグラウンドはとっても広くて立派でした。ちょっと隙間から覗いてみちゃってます。こんな感じ。こちらにも門がありました。一体いくつ目の門だったかな。先ほどまでは歩いても森の中って感じでしたが、今度は歩けどもグラウンドっていう感じです。やっと東上線の線路が見えました。電車の車窓からはこちらの看板がよく見えます。
そして踏切を渡ります。こちらが鶴ヶ島駅です。そして反対側が霞ヶ関駅、そして川越終点池袋につながります。今回トータルで約1時間ぐらい歩いているんですけれども、編集でなんとか11分ちょっとまで縮めることができました。さて、鶴ヶ島駅の反対側に着きました。駅前のこの辺はなんと川越市なんです。この歩道も川越市で、ちょっと先行くと鶴ヶ島市になります。川越市、鶴ヶ島市、そして坂戸市は結構入り組んでるんですよ。地図を見るとなかなか面白いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。